はい、えっ、ー、と今日から始まりました奄宮かりのせんべろ酒場です。第一回目の、えー、ゲストをお呼びしているのでご紹介します。ダメレンの上長宏実さんです。どうもあの <laughs> です、えーこ。こんにちは、こんばんは。あ,あのあどうもありがとうございます。はい、この番組は私がもう飲みたい人と、はい、飲みながら喋るっていうのをテーマにねつけるので、ま,あ、まず飲ん<あ>で,あ,であのコップをあ。ありがとうございます。ありがとうございます。はい エリスですよ。エリス飲んだことありますいや、たまにね。あ、るわ。たまにありますよ。なんだえ、でも、絶対エリス飲んだことないと思う人なんですなんだエリス、なんえ、発泡酒とかじゃないいや、大体発泡酒が、ストロングゼロとか。いや、俺は大体あの、麦とホップが多いんですけどね。ああ、あれは第三のビール。えええええ。あ、あれ、あれどっちだったかなあ、いいですかはいはいはい。はいはいはい。じゃあまず、乾杯を。 はい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 、どうもどうも。ありがとうございます。今日は。はいはい、どうも。ありがとうございます。第一回ゲストですけどね。いや、光栄です、どうも。いつも私たちは、大体飲むときは路上で、高円寺の駅前の路上で飲んでる。そうですね、広く。ですね。だから、こんなとこでね、エビ寿をいただく、富裕層みたい。ああ、そうですね。いつもと違いますよね。大体ね。福さんが何を尽くしてない人多いと思う。この人いるんだみたいなね。間違いが半端なくて。 おじじさんゃないか半蔵門の街にさっき迎えに行ったらもういつも中央線でしか見てないからやっぱり都心で亀永さん見ると違和感というかなんか新種の妖怪が来たみたいな感じがありますねあんまり似合わないですからねはい。でまあ亀永さんダメレンっていうダメレンっていう92年に結成されたまあダメをこじらせずに生きていこうっていうあの 活動を、92年からだから、32年ダムリレの活動をしていて、まあ、20代だったときに、上長さんとペピハ谷がさ、ペピさんで去年だよね。去年去年えっと、あれえ、あ、いや、おととしはあれか去年か。去年だ。こいつ亡くなっちゃったんですね。あれもう、覚えてもないことが面白すぎてお互いさ。ねね。 行っちゃったんですけど、ダメレあの今年あ去年だよあれ今年去年これ今年だよね。本はね今年今年の一月中旬に出るか。一月にダメレの資本主義で楽しく生きるっていう本が出て、まあダメレ二十八年ぶりの本、二十四年ぶりの二十四年ぶりの本で、これがめちゃくちゃ面白くて、もう増刷もしたし、めっちゃ売れてるでしょ。いやまあそこそこなんですけどね。でも売れてるでしょ。 まあまあ,、うん、あまあまあぼっちぼっちね、うん、まあまあまあ、まあ、ある程度 <laughs> で全国いろんなとこにネットオークイベントに行ってるじゃないですか、うん、でま,す、うん、まあまあ何者かっていうことをねまず上中さんがちょっと自己紹介長めの自己紹介をだからダメリン結成の92年の時に新卒で東部デパートに入ったんでしたっけでそこを10ヶ月で辞めてその後は。えー だから辞めた時に、うん、もうだから、えー、とその後転職とかじゃなくて、うんえー、もうなんかちょっとサラリーマンやめようっていうかね、うん、そういうのやめようと思って働くことやめようそ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 うん、まあ会社員っていうかねあとまあそういう資本主義のレールに乗るみたいな。パートで服をってたから、うん そのバブルの絶頂期だから、<ー>その服をとにかく、うん、まあ必要、だから服なんかもういらないだろうって思って服や。<ー>やるのが辛くなったって書いてありますよ。あそ,れもそれもありますね。だからまあね、その、えー。いや、服なんかみんなも。 大体ねまあその頃まだ豊かだったんでそれでそれでまああのでもまあ購買意欲あってねいっぱい売りにダサいものにしてねちょっと前の年で流行を作って服を大量生産で体育療範囲にして環境破壊もよくない環境にもよくないっていうようなことに疑問を持ってでやめた後にそうあとにあとなんかねそのまあ資本主義的なこうレールに乗ってき方自体がねつまんない。 そういうのもあるんですけど辞めた後どうしたたんですかめあら無職になったんですね10か月で100万円貯めてああ当時はねうん安かったんですよ安かったけどあんまりもともとお金つかなくてあれ月の休みが10日そうすごい休み多いところだから月10日なのにもうダメだったんですダメだったんです続かなかったよねこれダメだと思ってそれで辞めてえっとそれで無職になって それで最初本読んだりしてたんですけど図書館行ってねそのうち飽きてくるじゃないですかでもまあちょっと遊びたくなるっていうかねでもまあその同級生はみんなもう就職してるから遊び相手かねでまあそのこの去年亡くなったペペペペ長谷川がね大学の同級生だったんですけどええそうです それで、まああの、まあ当時学生運動、ノンセクトっていうね、学生運動やってて、まあブラブラしてたんですよね。だから一応遊んでくれるって感じで、で、ペペと遊ぶようになって、まあそれで、まあその、まあ、ワスダの当時、地下部室っていうのがあって、そこにその運動してる仲間がね、あの、たまり場になってて、で、面白い人がいっぱいいて、そこにペペ経由でディールするようになって、 でまあ学生運動始めただから脱サラした無職で学生運動も何でもないのに学生運動してん <laughs> <う>でうん、うん、学費値上げ反対とか<う>学費もらってないのにかうもう部外者が学生運動やってたんですよね。そで,ね<笑><笑>でそれでダメレンをその流れで結成したのが92年でっていうことですよね。うん、そで,ねでその時にすっごいやっぱり90年代後半ぐらいとか、うんうん、むちゃくちゃメディアでダメレンって取り上げられたあ、はい、まあ知ってる人もいるかもしれない。 あれなんでなんんでですかねすっごいブレイクしたじゃないですかでダメレンって名乗ってるなんか全国の名古屋ダメレンとかもいたし頭とあるし全国にその働きたくない就職したくない、うん、まあ結婚とか、うんね、そういうのもなんか、ね、できないっていう人たちがダメをこじらせないために交流して生きていくんだみたいな、うんうん、そういう動きがすごいムーブメントなんだけどななんなんてはいはまあ珍しかったんでしょうね。 その時に、ね、あんまもう働きたくない働かなくていいんじゃないかみたいなこと言ってる人ってあんまいなかったですよね。あそっかそのちょうどだからダムレンがブームになったのって989、うん、98年とか2000年初期でやっぱ就職氷河期が厳しくなって日本がどんどん、ねうん、あの低迷してきた時にそれでも働かないでこで自分たちらしく生きていこうみたいなのがすごい注目されたと思うんだけど。うん その後にやっぱりどんどん不況が長引くにつれ、ダメレンみたいにあえて結婚しないとかあえて就職しないんじゃなくて、望んでも就職もできないし結婚もできないみたいなだからダメレン問題がもう全般化という,う、ね、普遍化というか一般化してきてっていう感じでしたよね。うん、<で>そうそ、うん、みんなダメレン状態ね。そうそう、ね。佐もみんなダメレン状態 <laughs>。前はあんまりダメレンみたいな人少なかった中でそれやってたんだけど、その後まああのね貧困化してって。そうですね。えー ダメレアの面白いのがなんかネーミングでなんか自分たちを平日昼間の男たちって名付けたり、あと白鬬奪問題ってあるじゃないですか。あれをちょっと説明してもらってもいいですか。白鬬奪問題ですか。まあまあそのダメレアのね、だあのメインテーマでそのまあだダメ問題っていうかね、こうやっぱこうダメと思われたくないとか、そういうプレッシャーっていろいろねあるじゃないですか。でまあだから白をつける鬬奪をあげるみたいなね、あの。 俺とペペの同級生で面白いやつがいて人生はくつけだとかね言った人がいてではなかなか鋭いなと思って結構そういうところでみんな動いちゃったりとかねそうですねうんそういうプレッシャーねだからそういうあとうだつ上げなきゃいけないとかねある程度の暮らししないと恥ずかしいんじゃないかみたいなねそういうプレッシャーとかねそういうのいかがなものかってことで。 吐をつけるうだつをあげることに対する抵抗ということよく吐くつけてうだつをあげたいっていう私たちの欲求は何なんだみたいなことをずっと議論するのがダメねっていうイメージですよね。うんうんうん、でもとにかくメインの活動が交流なので自分たちのことを交流って呼んでましたよね。そうですね、えー。そう。異様に交流してましたから交流する人交流すう人、ん。うん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  まあそんな感じですごく私は90年代後半中野に住んでフリーターだったんですけどもう駅のとことか自転車止めていたら勝手に黙湯のチラシが書いててなんか交流しませんかとかってんかダメをこじらせていませんかダメをこじらせる例としてなんかアーティストを目指すとか小説の新人賞に応募するとか痛いとこ疲れるみたいなことばっかり書いてあってうわむっちゃ面白そうだけど。 なんかでもテレビで見るラムネの人たちがみんななんか。 こう反転に便所サンダルみたいなそういうスタイルだったのでここに行ったら多分なんか違う気がするっていうか勇気が出なくていけなかったんです。なんかバブル世代で氷河期世代なので。今何歳ですか？私私えっと五十七ですね。あ五十七ですか。三年で還暦じゃないですか？そうそうそう。働きもしないままっそうもうみんな定年になるようなね。いやだからそれで九十年から三十二年がずっと でも遊び続け、うん、えっと寝そべり続け、はい、で三十年間で。年に数回しか水ましかけたことないんですよね。ああ、そうですよね。あと一日十三時間寝てるとかで書いてあった、二十、うん、年ぐらいは13。そうですね。それはなんか、結果的にですけどね。<laughs> ええー。まあ、なんか。 割と地道に続けて来られたことっていうか。十三時間睡眠がね。そうですね。継続は力なり。なんだかよくわかんないですけどね。えでも、じゃ、なんで食ってんのって話になると思うんですけど。あの、生業。月収七万円分ぐらいは稼いでるじゃないですか。そうですね。それ、何の仕事してるか、その資本主義的作作。作種。そういう、なんかね、剥奪じゃない仕事なわけですよね。そうですね。えっと。 障害者のね地域で暮らしてるあ自宅にくのそうその人のね一人暮らしとかしてる人の家に行って在宅のね介助障害者の方それとあとは学童保育のねあの小学生の放課後のね遊び相手ねこれ週に1回ずつぐらい。 なんかこの本にも書いてたけど、なんかね、バブルの頃、クラブとかディスコとか行って、遊んだとかよりも。今、子供とガチで遊んでるの、めちゃくちゃ楽しいとか書いて。あ、そうですね。楽しいです。ね。そんな大人いるんだって、びっくりした。あ、でもね、結構重要なポイントでね。子供とガチで遊、ガチで楽しそうに遊んでる大人と遊べる。 子供って幸せですよね。ああ、いやいや、本当ね。き楽しんでそうですもんね。そう、いや、楽しいですね、子供と遊ぶのはね。ねえ。先生です、私の。ああ、本当ですね。で、結局、パートナーと、同じような生き方をしてるパートナーと暮らしてるから、家賃も安く、とこ住んで、月収7万7万だ、14万になるから、全然問題なく暮らしていけるどころか、本読んだらなんか庭で、 なんか、はいろいろ、なんかおしゃれなパクチーとかさ、<ー>明日たとか栽培してるんですよね。ああ、まあその時々でね、まあその、あの、アパートに住んでるんですけどね。庭あるん、一回ね。そう庭あるんですよ。うん、結構広い。その庭で勝手に。 栽培していいものなんです。かあ、一回ねおやさんにはね勝手にやんないくれと言われたけど、でもまあその後も勝手にやっちゃってますけど。だって賃貸料払ってるからね。あそうそう家賃ね。まあ問題ないと思いますね。結構いろいろまあでもパクチーとかプチトマト、キュウリ、バジル、いろいろ。山椒小松菜を栽培して、これ無農薬でね作ってて、ポルタートニア咲いてほしいねとか言ってて、なんかセリブみたいなこと言ってて、なんか自分で梅干しそうなも作ってる。 ああ、はいはいはい。賃労働なんかしてないから、そういうことにできる時間がむっちゃあるわけです。そうですね。ええ。だからね、何でもお金で買うのは便利だけど。うん、まあ、あの、なるべく D. I. Y. でね。ええ。なんか、その。自分でやってみるっていうのはね。発見があって面白いですよね。ですよね。だって、むっちゃ働いて。でも、その半分ぐらい家事に持ってかれて。で。 なんかね忙しいから料理する時間もなくて外食してコンビニで買ってみたいな中でどんどん疲弊していくしその分稼がなくちゃいけないけど最低限働くっていうふうにしたらその余暇の時間で何でも手作りできるから意外とね。それで自分でやるとなんか初めてねだから俺もそれ野菜とかも大体ずっとねあの でも結構もらってたんだけどね。まあでも昔はほら親がね買ってたのはスーパーとかやわいで。うん,う,んうん。うす、ん、となんかいいの、ちゃんとしたね野菜しか知らないけど、あとどういうふうに作られあのできていくとかね、<ー>育っていくとか知ら,知らない、うん。知らないね。俺の親ぐらいはみんな子供の時やってて知ってるんだけど、俺ぐらいの世代から知らないから、うんうん、そういうの知らないまま死んでいくのもなんかもったいないなと思ってて。 でもそう<ー>ねそういうういいねの知れた<や>知れれたたてよかったですよ、ね、いや野菜作り知れたら最強とか自給自足できる、うん、なんないともこれからの貧乏には生き残れないから、うんまあ、今日まさに一緒に困窮写真活動してる人から連絡があって、うん、まあ逮捕されて出所した人に会ったと、はいうん、その人がやっぱ40代のロシジェネ出所を漂流氷河な世代で。 畑から野菜盗んで捕まっちゃったっていうことであ<ー>うわーと思ってなんかもう畑から野菜あまあ家がなんかいい状態でねお腹空いてたんだろうけどねそれ捕まって。 いやスーパーとかコンビニで野菜に盗んで捕まるのは分かるんだけど、うん、本当にそういうホームレス状態の人が畑から野菜に盗んで捕まるんだっていうのがちょショックだったしそれが同世代っていうのもショックだしでも、うん、私たちの世代ってもどんどん、ね、そういうコンビニー盗と,とかもすごいロシアで、ね、増えてるのでな、うんーもその賃労働 そのねお金を切り売りして全部自分でやっていかないゃいけないっていう世界観しか知らないともう尽きたら盗むしかないっていうふうななっちゃってやっぱ自分で作るなんてこと思いもしないしこの前なんか自給自足のなんだっけあの防災訓練っていうのを行ってきたんですよねああえっとああのイベントとかお祭りね長野でみんなでとにかく政府がなんか大災害が起きたり政府がなくなっても自分たちで自給自足で楽しく生きられるよう っていう訓練をしますっていうのを何何何泊ぐらいだったんですか。あれは二泊三日だったんですか。トイレもトイレ作るからやったんですね。そうそうそうトイレね作ったりね。どうでした。いやあでもまあ野菜はねそこで作ったりとかっていうわけじゃないんですけど。持ってってね。まあでも自分たちでねそうやって DIY イベントですよね。どうやっぱ楽しいですよね。そのあのなんかお金払って入場料払ってえっともうなんか出来上がったこうねあの。 設定されたライブイブベントをなんか見ていくっていうんじゃなくて、うん、手作りな感じでねやってるからちょっと全然違ってねやっぱ、うん、あのなんていうのそういうのやっぱりそういうイベントってなんかいい意味で元気出ていくっていうか生きていくこうなんかこう元気みたいなのが、うんうん、やっていけるんだみたいなね。ご飯も自分たちで作って 自分たちの店の中にいる人がこの人はご飯作ってそれを出してライブやる人はライブやってみたいな感じのイメージですよね。手作りのフェスみたいなねそれをずっとダメレンとかあとね今度12月に来てもらおうと思ってる松本めさんなんかも手作りの祭り手作りのデモみたいなのをずっとやってるからだからなんだろうな。 まあ、資本主義で楽しく生きるけどと言るんだけど、どうやって今の資本主義、ぼったくり資本主義からちょっと逸れて生きるかをずっと追求してるっていうのが、まあ、ダメレンであり、松本はじめさんだろうなってのは思うんだけど、まあ、でも面白いのが、このムーブメントが、もう足足に広がってるじゃないですか。はいはいはい。もう2020年ぐらいからネソベリ族っていうのが中国で出てきて、まあ、ダメレンと同じことしてるんですよ。もう、経済成長に乗ってもしょうがないし、 なんかこのまま行っても本当に競争に勝ち抜くってことをずっと続けてるだけなんかつらすぎて、うん、で、えー、ともうそこから降りるっていう若い世代がもう最低限生きられる分だけ働いて、うん、もうマンション買うとか結婚するとか子供持つとかそういうふうなことはあの何にも望まずに生きていくっていうのが寝そべり族っていうムーブメントでこれが もう4年ぐららい前からですね去年はねそびり族関係者の人がね日本にも来てダメレンとねそびり族とダメライフ愛好会って会、うん、まあ今だからすごいダメ系なムーブメントが日本の大学でも広がっててそれがダメライフ愛好会っていうんですけれども、うんえっと、やっぱダメレンとかその松本めさん的なその資本主義以外の。 生き方をするっていうのがなんかダメっていう言葉によって広まってダメライフ愛好会が今大全国の大学四十個くらいでできてるんじゃないですかね。うん、あーすごいいっぱいできてる、ね。みんなさ勝手工作、ね、とか、まあ、勝手にギリラガーデニングですよね。<ー>勝手になんかその東大でね<ー>畑作ったりあとザリガニ釣りしたり、はい、あと自販機小銭拾いとか、うん、なんかそういろんな活動をして <laughs> はい、はい、でとにかく交流してるの。その大学、はい、だからコロナもあったから今大学って 本当に学生同士の交流もなかったじゃないですか。でそれがなくていきなりあってもね交流なんかしないし、うん、なんだろうなその松本さんなんか法政大学の、うん、法政大学を貧乏臭く,くする会っていうのを、まあ、90年代にやってて、うん、その時にも学校でそのキャンパスで鍋やるっていう鍋闘争とかをすごいやっててだからそういうのをね真似て今「ダメライフアイ公開はあの鍋やったりとか交流したり。 まあ、ってきたザリガニ食べたりとか、私もその闇ダメみたいの行ったんですけど、めちゃくちゃ楽しかったですよ。あ、ちょっと、あ、の。ビール。飲んじゃってるね。あ、大丈夫、自分でやります。え、あ、大丈夫です。すいません、気づかずに。え、すいません、あの。え、どうぞ、どうそう、だから、なんか、そういう、なんだろうな。 一周回って最先端なの。だから30年間寝そべってたら時代のところは何だってたのがダメレンみたいな感じで、それであの今年ね、ね本が出たし、うんまあ、ネスベリー族なんかが注目された2、3年前は、みんなが中国版ダメレンだって言ってたし、うん、だ韓国では同じペクス連隊っていうダメレンと全くね、同じ、うん、はいはいはい、そのやっぱりなかなか働けないっていうか、まあ、あれで韓国も。 アジア通貨危機だっけ97年のそれ以来ものすごい競争が激しくなって格差がきつくなってその中で「PEX」っていう日本でいう「ニート」みたいな言葉が生まれるす,すごくそれが無別語みたいな<ー>、うん、だけど自分たちはその、ね、こんな過剰な競争世界に適応できないみたいな人たちが PEX 連帯っていうのを作ってよく来てましたよねゴンジにもね,ね、えーうん、その PEX 連帯の人たちが。デモとかね の命で来たとありましたよねアジアのダメなあとフィリピンとかでも同じダメレンみたいな動きあるしネスブリ族みたいな、ね、あとねシンガポールでもあったはず何かいろいろインドネシアでもあったかなんか世界中でそのダメレン的なネスブリ族的なもの,の動きってあって、うん、なんかそういうのがあって今ダメレンが再評価されて、あのー、で結局この30年って失われた30年の中でこうみんなが貧しくなって。うん でさらに競争が激しくなって成果、うん、主義とかって人が分担されてむっちゃ傷つく人が出て、うん、もう鬱つになる人も多いしもう過労自殺に追い込まれたり過労したりとかだから本当に大変な30年間だったじゃないですか。うんうん 結局その30年間寝てたダブリンが一番正しい人だったんじゃないかっていうのが思っていることなので読んだんですけど。ああそうですね。ああどうぞどうぞ。いやだから勝ち組負け組って言葉がねはやってたじゃないですか今でもね結構プレッシャーであると思うんですけど勝ち組負け組じゃなくて抜け組になる抜抜けけたっていう組ねそんがすごいいなやっぱそうう ね資本主義の競争社会というかね、そこから抜けて。まあ、そのオルターナティブな感じね、ちょっとそういうノリと違った感じの。生き方とか、文化を作っていくというか、生きていくみたいな。まあ、そういう人はね、まあ、あのー、もうちょっと広く見ると。うん、結構いっぱい増えてきてるんじゃないかな。そうですよね、だって。うんうん、この道で行っても絶対幸せになれそうにもないし。うんうん、まあ。 なんだろう私はすごいやっぱりダメレン、まあ、ペペさんも神永さんも、うん、あとやっぱダメレンの周りにいる人もみんな同じノリじゃないですか、うん、ちょっとだけ稼いで、うん、で賃労働を最小限にすることによって社会とか政治の問題をむっちゃ考える時間ができるからみんなすごい勉強してるし<ー>もうやたらデモに行くし、うん、やたらいろんな運動に参加してるし、うん、っていうのもすごいまっとうだなと思うんですけれども一番いいのはいつもなんか楽しそうなんですよね。うん、働いてないななかからのの今 生きてる人ってみんな意地悪じゃないですか、なんか。<ー>なんかいじ、なんか、電車とか乗っててもそうだし、自己責任とかっていうことに乗る人もそうだし、んなんだろうな、すっごい自分の、うあの、同世代のエリートロシでね、勝ち組のロシアの人に限って、むちゃくちゃ自己責任なんで、<ー>むちゃくちゃ意地悪なんですね。でもなんか、上長さんもそうだけど、いつもなんか、 なんだろう異様に幸福度が高いからやっぱ労働ってよくないなと思って労働とかね仕事ってすごくその人なんか奪う何か奪うんだなと思ってだってあれじゃないですかこの本にもあったけど結構山とか川とか海とかも遊びに行ってでそこでね釣った魚さばいてフライにしてとかなんかあと天体観測っていうかまあただでね星空見る。 のなんかただで宇宙が見れるから得だみたいなことも書いてあって、なんか平安貴族っぽいっていうかやってることがなんかこうね自然を楽しんで星空を楽しんでそんな人いないですよね。ああ、あそうすか。まあね、いやいやまあね。やっぱあのいいですよ。あのね、あのうん、やっぱなんかこうあのそう楽しむのは重要ですよね。ええ楽しむのはね。あでも将来不安とかないんですか？聞かれない？ いや、うん、まああんまりね、うん、そんなああのあのそんなにね、うん、不安に思ってないですよね、うん、なな、うん、なんかちょっともともとなんか性格でね なんかよく昔ダメ年で「高骨派不安派」とかって言ってて。はので<て>ペペは意外と高骨派に思えて不安派なとこがあるって、うん。将来の不安老後の不安とかあ不安系で俺どっちかって高骨派であんまりそんな思わなかったんだけどでもなんかいまずいかなと思って不安に思うようにして思ってた時期もあるんだけど、うん、まあでもなんか不安に思って、うん。 でも調子悪くなるだけで別に働くわけでもないし、不安だからってそのためにじゃあ貯金しようとかって働くわけでもないからただただ不安になってるだけ。ちょっと調子悪くなってねだからどっちかとまああのやっぱ調子いい方がいいですよね。調子よくて機嫌いい方がいい。でいろいろ交流してるとねまあ。 遊びもそうだしいろんないろんないい情報ていうかねいろんなおもしい情報とかねいろんなことが入ってくるていうかそういうのと出会えるんでそういう感じでみんなで楽しみながらあ辛い世の中ですけど楽しみながらやっていくなんがいろいろいいんじゃないかみたいなね。 死にそうとかもう上司のパワハラがでつになりそうみたいな、うんうん、でも会社なんか絶対辞めらんない辞めたらもう一気にね、うん、こうどうなるか分かんないみたいな、うん、かなり追い詰められてる人結構だマれん界隈のイベントとか飲み会連れてきますもん。<ー>そうしたらみんななん,かこんななこ こんなに開き直ってきてる大人がいて<ー>こんな楽しそうだったらなんかそんな死にそうになって自殺しそうになりながら会社にしがみつく必要はないんだってすごい開き直って明るくなるというかうで、ね、で会社を辞めなくても何、うん、かあったらここに来ればいいんだっていうのがすごいその人の中でのこうセーフティネットなるからいやそういう人はね、うんうん なきゃいけないですよね。あ,あそうですね。ね、まあ周りね、うん、似たような感じで生きてる人いっぱいいますからね。ら周りが的確。うんうん、<laughs> ダメレンの周りの人ってみんなこんな感じだから、確かに何とか私も一番。うんうん ななんだろうな、うん、ほっとする飲み会はダメレンとかの,の、うん、路上飲み、うん、そしてそこに行ったらなんかもう真面目に働いて納税しようとかっていう気が一切なくなって、うん、本当に消況を取り戻すっていうか<ー>ねえそんな感じになるから自分がいかにその競争にそう、ね、当たり前だと思ってたか金を稼いだ方が偉いみたいなだって、うん、こっちに行ったら。 貧乏な方が偉いじゃないですかああまあ偉いのかなんかそっちの方がレジェンドとして尊敬されるっていうかね。月収七万より月収三万円の方が尊敬されるでしょああ確かにあるでしょありますねいやだから知ってる人で河原でテントでね暮らしてる人とかいますからねそっちの方がレジェンドと尊敬されるでしょそれはやっぱ一目置かれますよねまあみんなペペさんとかもホームレスの人のことやっぱ先輩って言ってたわああああああ そういうね価値観の場所がねやっぱり少なくなってながらも日本にあり続けてダメレンとして活動を三十何年続けてでやっぱり同じような活動がアジア中に広がってるっていうのがめっちゃいいなと思ってそうですねええまあね自分らはなんとなく当たり前でね周りも周りの人は当たり前になっちゃってるけどよく考えたらそうなんですよね。みんな働いてて月収 57歳とかだったら結構ある人もいるんじゃないか子供がいたり家のローンあったりとか子供が大学行ってたりとかしていう人が多いんじゃないかなでもそれでもそれの方が多数派なわけだけどまあ私もね上永さんみたいな人ばっかり周りに多いのででも年金とか払ってるんですか 年金、ああ、年金はね、うんうん、ずっと、いや、俺、ほんとね、うん、頭悪くて、あの、制度のこととか、全然頭に入らなくて、<laughs> 全然、分かんなかったんですけど。うん ある時からちょっとあそういうことかと思ってそしたらですか収入が低いとね免除される全額免除ってやつがあってそうでも絶対免除でしょ全て非課税だしむっちゃいいじゃないですかいや消費税払ってますけどね女性だけは逃げられないかまあいろいろ税金払ってますけどまあでも年金はもうあれですよええ いつも全額免除で、え、健康保険のあれとかも払って、保険証持ってますよね。あ、そうです。でもまあやっぱ安いんですよ。あ、そう年収に応じてるからね。うんうんうん。割とね。いやでもね、あの上長さんが不安じゃないっていうのはよく分かって、なんでかっていうと、ダメレンとかやっぱりその高円寺の松本はじめの周りってものすっごいなんだろう。 強力なセーフティネットとか、むちゃくちゃみんな助けようじゃないですか。<ー>そういうのができてて。いや私、感動したのが、はい、あの、山形ツイックスターって韓国のアーティストがいるんですけど、えー、その人がね、交通事故にあったんですね<ー>で。結構治療費とかかかって働けなくなったじゃん。そしたらそれを、まあ韓国にいるから数年に一回しか会わないけど、まあ私たちの友人なんですけど、うん、まあよく日本でデモとか来てくれて、その人の治療費のああ集めるために、 山形ツイストスター、資料費集めバーっていうのを、なんとかバーっていう、その、たまり場でやって。たぶん、じゃ、集まって、それを届けたら、すごい喜んでましたよね。山形は。ね俺も、乾杯しました。ある。かっこみて、でも、なんかね。ああ、いや、ああ。募集して。その時に。あと、なんか、別のさ、大学の非常勤講師の。 アーティストの人が電気代払えなくなってそのやっぱ非常勤講師大学のねだからこれ大学の先生とかむっちゃデモクラシアタイムス出てるけどだから正規のちゃんとした教授とかでねでもそれにすごい非常勤講師のむっちゃ安月給の人にある意味支えられてるわけじゃないですかでその人がも電気代も払えないとで猫がストーブの前で待ってるとでもつかないみたいなそれに胸を痛めて何とかしようって。 多分松本はじめが家出しっぺだと思う。それで電気代集めバーやったら、またすごいお金、カンパが集まって、あとなんか、プサンの友達が、その、家が爆発した人知ってますああなんか、なんか、接触が悪くてコンセントのなんか本当に家がガチャ爆発して、本当になんか、 なんていうのコントみたいな爆発の頭になって笑い,いこっちゃで本当に荷物が紙袋1個しかなくなったパソコンも全部燃えちゃってだそれが大変だっていうことで、うん、でその人とねズームとかその時スカイプかスカイプとかでつないで、うん、でも俺もう財政財前さこれだけで本人もケロッとしてるんだよねなんか爆発したのに。で,でもその人のために爆発資金っていうことで、うんうん、みんなでお金集めたっていうから、うん、なんか。 困ったことがあったら助け合うのが、うん、だって神長さん月収7万なのにカンパするわけですよ。うん、あ普通しなくなくいでもみんな貧しいけどむっちゃ助け合うじゃん。うん、あだからそれ,それがある限ぎり、うん、なんか民間の保険とかまあ、ねうん、頼りにならないかなっていうのは思う。 ああまあ私なんか小学ですけどねまあペペもあれあの癌になったっつってねで発覚した後は仕事辞めてたんですけどまあね癌が分かってからいろんな人をカンパしてくれてねそうだからすごいカンパで暮らしてたオフセで暮らす 神様と仏様みたいな存在になってきて本当に働かずにでもみんなペペさんのこと大好きで尊敬してるからみんんなお金を出すでまあねお金もあるけどんかんとなくねそうやって友達と一緒にねつるんでやってるとなんとなくこう不安がね小さく解消されていくっていうかまあ問題は解決してないのかもしれないですけどでもなんかこう。 やっぱこうあんまり暗くなりすぎるとねあんまいいことないじゃないですか悪循環になってくるとかね結局打つとの戦いというかねいかに打つから逃げるかみたいなとこも今の現代社会あるもんだからなんかみんなでつるんでてねまあダメな人同士っていうかねつるんでくるとまあんとなくやっていけるかとかね楽しいとかねそれでんか精神的にはね結構まあ楽しく。 そんなに暗くならずにむことも多いですねそういうコツがねすごいこの本にも書いてあってぜひ読んでほしいんですけど今の会話ってマウントになりがちじゃないですか俺の方が私の方がすごいんだみたいなことを無意識にみんながやって自分を高く見据えた方が勝ちみたいなそれはすごいそれだけでもんか病んじゃうみたいなのがあると思うんだけど。 やっぱり交流の基本として最近何もかもうまくいかないんだよねから話を始めるみたいなずっと働いてなくてっていう結局んか話する時にダメ話から始まるじゃないですかすごいホッとするだから駄目錬のね重要なポイントはやっぱその「競わない」っていうかね「ダメを隠さない」「かっこつけない」とかね「競わない」とかね自分を大きく見せようととしないかねそれはやっぱり結構重要なねあの こじらせないためにとかね、ねええ、ダメだかメをこじらせるのがその反対ですよね。格好つけとしたりするのがダメをこじらせるってことですよ。だからまあダメな人もそうだけど生きてる人もさそういうふうにね、うんうん、なっちゃうんですよ競争社会とかねこうね、ええ、だからそこをやっちゃうと。うんうん 結構こうね競争にこう参加していっちゃうし、なんかこう不自由になっていくんですよね。だから自分のは大したことないとかダメだとか、負けてもいいとかね、競争じゃないとかね、そういうふうにやってればあの結構自由になってって楽になってっていろいろ面白くなってきますよ。人ともつなが仲良くなりやすいとか、うんうんうん重要なポイントですよね。そうですね。でもそれが本当にね。 中国とかでもネスそべり族も全く同じだったから、うん、実際会って話してみたら、うん、だからなんだろうねやっぱそういう場所がそういうノリに憧れてっていうかすごい好きで香港とかなんかね韓国とか台湾とか中国からもすごい来るじゃないですかななんかなんとかバーとかこの前なんか香港刑務所バーっていうのをなんとかバーででやって行きましたいなんか私もたまたま見ただけなんだけど、うん、いけな、うん、すごい行きたかったなと思ったんだけど、うん、なんとかバーって。 毎日一日店長が違って、まあ、いろんな国の人がねお酒出したりするんだけど、うん、その時は香港の刑務所を経験した人たちのバーだったみたいで,ああそうですか逃亡犯条例の時に2019年、うん、むっちゃでも香港でさすごい広まったでしょ。うん、ですっっごいい捕まったででしょ大量に若い人が、うん、で刑務所入っ たらご飯まずいでしょ、うん、だからいかに差し入れを駆使して刑務所飯を美味しくするかっていうことにみんなすごい頑張ったらしいんす出す場<ー>それで。だからんかいろいろ香港のあの時の共犯情報のデって、ねねうん、むちゃくちゃ教訓を私たちに残してくれてあ<ー>、まあ、結局それは何かっていうのは言えないんだけどだ言ったらさ。 あ使えなくなくるから<ー>もうスマホを駆使したり一切スマホを使わないいろんな中、うん、そういう話あるじゃないですか、うんでも。刑務所を差し入れのものを使って刑務所をご飯を美味しくするというそういう闘争もやってたんだって、うんでね、でそれをちゃんと、ね、持ち帰って日本でやってくれるっていうのも素晴らしいし。 なんかサウナような、いろいろ培ったものがねありますね。い,すねうんうん、いろいろね民衆のね、そうそう本当民衆の視野なんですよ。でこれ絶対今後必要になるから、だかやっぱそういうのもそのねさっきの自給自足の長野の山で体験したとかもね関わってくると思うな。うんうんうん,うんうんうん。<えっン>そうですね。いろいろありますよね。うんそうですね。うんうん。もうなんかちょっとした些細なねことでもね、いっぱいだから交流してるとそうやって。うんうん あのいろんな人から学ぶっていうかね学ぼうと思って学ぶわけじゃなくて一緒に遊んだりしてると、うん、こうはってね気付くっていうかねまあこの間も友達に家遊び行って、うんうん、そしたらアパート暮らしてんだけど、うん、<laughs> そしたらあの庭でモロヘイヤとうん あと何つったっけその人も育ててんのそうちょっとプランターでだけどあプランターでモヘアでもモレアいたときそうモヘアとねあと何つったっけなあ滑りヒユっていうね野草みたいな雑草みたいなうんそれ収穫して俺が来たからって収穫してくれてそれでこうやって包丁でバン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 叩いてそうするとそれあのほらあのネバネバねあのトロミがうんうう叩けば叩くほどねとろみがすごい増していくんですよどっちも滑りヒユもうん それをこうやって、すごいトロトロにして、それで、あの、食べたっていうね。単にそれだけなんですけど。でもそういうのもね、ああ、面白いな、って。まあ知らないからね、その滑りなんとか食べたこともない。見たこともないし、食べれるし、食べれる。なんか山とか、キノコとかもすごい食べるじゃん、ああ、もう昔ね。当たったことないんですかなんか、ああ、まあ大体って 怖い本当にああいやもうしてた時まですぐ俺忘れちゃうしもうんかいくら見てもよくわかんないなから詳しい人はね詳しいですからそういう人に教えてもらったりとかね聞いたりしてであと確実にこれは大丈夫だなっていうのもあるからでもまあそれもほら原発事故以降はあんまりやってないですよね。逮捕されたことはないんでですすかか私 私はだからデモとかよく行って一緒に行ってるデモでよく逮捕者が原発デモ時とかもすごい出たしあと高円寺の再開発反対のデモかなパンクロッカー朗組合っていうバンドがあるんだけどそのバンドのボーカルの人がさ村上くんっていうんだけど。 あの警察なんかまあいつもライブでデモあデモでライブするからね車の上でそのパンクロカロード組合がなんか盛り上がって気持ちがね警察の帽子取ってさかぶ自分で被っちゃって全部ライブ中にねそれで逮捕されたっていうのがありましたよねああああそうしてなんかそういやそんなのもあったなと思ったけどねそんなねでもなんか結局おぎこぼ警察に入ったからみんなでビール持って ビール差し入れたいんですけど」とか言ってそしたらまあビールなんか差し入れられないじゃないですか。なんかかっったたもねよでそしたらんか今度「あいつ一人じゃ夜寝れないから俺たちも中に入れろ」とか言ってそれでんか警察が困るって普通誰か逮捕者が出たら「返せ」とかって言いに行くのはそういう人はいるけど。 自分たちも留置所に入れろっていう交渉する人はいないじゃないですか。<laughs> いないです、ねうん、だからかそういう警察と正面突破しないようななんかノウハウというかトンチ合戦っていうのをずっとこの界隈の人たちはやってきたなっていう。ああ,あ,あ,、うん、あまあ松本君とかねうん、うん、その界隈でね。うん、だって遺産っていうかなんか生産ななんだろうな悲憤するじゃないですか。うん、なんか本当にガチで正面突破したら。 なんかなんかそういうのをいろいろ見出してきたっていう話をなんか最近ちょっとする機会があってあああそれすごいやっぱいろんな活動全国でしてる人に聞いたら、うんうん、そんなことやってる人ってあんまいないよねやっぱね。だってなんかドイツ人とかが一緒にライブでもやることあるじゃん前のアジ鎖国反対パレードとかの時に実<ー>なんかドイツ人作戦とかってやって。 私、その時いなかったんだけど、覚えてて、うん、それは、あの、サウンドカーの上で、デモの最初にね、うん、最初にドイツ人のハードコアの、<ー>むちゃくちゃ怖いバンドに演奏させて、うん、その人たちにむちゃくちゃやらして、でも日本の警察は、うん、ドイツのね、白人のね、うん、むっちゃマッチョなハードコアの人に何も言えないじゃん。ドイツ語もわかんないし。 だからもう好き勝手やらしちゃった次に日本人出たで、そした警察怒るじゃん。もうダメだダメだって。なんでさっきドイツ人が大丈夫なのに俺たちはダメなんだって切れることができるっていう、そういうトンチみたいなことをしてたりとか、あと、よくアジア永久平和でもって、あやるじゃん。やるじゃん、私たち。アジア人と一緒に。その時も、なんかアジア人作戦とかって言って、 みんなアジア人だから中国とか韓国とか台湾、香港でみんな顔同じじゃんとかわかんないじゃん。から見て違いがだからみんな日本人じゃないふりして私、日本人もだから警察に注意されても全員ポカーンとしてな警察も誰が日本人なんだって切れ出すっていうさそういうようなこともしてきたなっていうのをいろいろ思い出しました。そうですねねねいいいろろろまんな作戦が

まあまあねまあそうな,な,なんだまあな、うんか将来の夢とか計画とかあるんですかいやーまあそんな別にねな,ないですけどねまあでもまあそのななんかね一応ねこれの本が出てね、うん、えー、まああのー。 そう,そうですねこのなんか、えーまあ、ポスト資本主義アナキズムとかねここに書いてありますけど、うん、まあ、うんえー、こっちにね背拍子にね、えー、まあななんだろうなもうやっぱ、うんうん、なんかこう。 まあもう本当資本主義がこのあの最初の初めにと書いてんですけどもう行き詰まってねこのままこの感じで希望がないっていうかそれこそ資本主義には、ね、未来がないっていうかそういう状況がはっきりね割としてきたかなと思うんですけどうん、うん、まあもうそ,そこから降りてやっぱこうもっと違った生き方をこうやっていくっていうのをこう。 やっていくっていうか、それで、まあ、広がっていくといいかな。で、実際に、なめれ始めた時、あんまりそういう人いなかったですけど。そうですよね。あんまね、オルタンティブ的な路線ってなかったんですよ、その時。もっと真面目な運動でしたよね。運動自体が少なかったし。とかじゃないですか。あと運動以外の人でも、あんまり。そういう、まあ、本当資本主義部がね、すごく。 強かったんでまだ景気良かったんでだからみんな資本主義に乗っかってたんですけどまあ本当それから30年、うんうん、か三十、うん、何年か。 まあどうなんだ資本主義っていうね感じになってきてもう明らかですよねだいたいね。ででやっぱ問題がいっぱいあったっていうね悪いこともいっぱいしてるとかね矛盾がいっぱいあってまあそういう環境破壊とかね環境問題とかね。 を先取りししてまたよ袋もね大量のね袋がいらないとかさちょっと働いて少なく使ってねあと自給自足とかさまあねそういうのでも普遍的にねそういう考えってあると思うんですよね。だからまあ もうんかね「ペペは資本主義はカルトだ」とかね言ってたりしたんですけどある種の洗脳っていうかねそれしかないとかねそれが当たり前っていうふうに思わされてるけどそれと違うね生き方とか世界はいくらでもあるんだって感じでねやっぱりそれをやっていくっていうのがねそれで地道にっていうかね少しずつまあ そういう感じでんかちょっとオルタ文化的にも運動だけじゃなくてそういう感じで生きてるっていうか人っていうのはずっと交流してるからだからこうやっぱ30年前とかと比べてそういう人がすごい増えてきたなってねいろんなまあそういうスペースとかね。いいいっぱここでもろんなその なんだろな、ダメレン的なオルタナティブスペースとかね。そう、そこに乗ってるのはだいたいまあ我々のね近く身近なオルタナティブスペースでだいたいまあゼロ年代以降とか十年代とかにいろいろ広がっていったじゃないですか、運動がね、ハナキズム的な運動とかプレカリアート運動とかね、それもだからそれまでなかったねあれだから、それがそういうのが広がっていったし、今はもうそういうあとは 運動っていうだけじゃなくてもうちょっとなんかこう文化的なものでもいろんなお祭りやってる人がいるとかいろんなイベントやってる人がいるとか読書会とかいろいろなんかちょっとやっぱりちょっと資本主義にそのまま乗ってそれでっていうのに違和感を感じてる人っていうのはいっぱいいてみんなそれぞれいろんな違ったやり方でその人の興味のあるやり方でやってる人が増えてるから。 やっぱすごい広がって、そういう意味で、オルタナティブな生き方っていうのが広がってきてると思うんですよね。うん、えー、やっぱそこにすごく、えっ、ー、とー、可能性っていうか。うんうん、もう、そ、そこは、じ、そういう動きが重要だなって思いますよね。うん、ねですよね。だめれんって。うん、まあ、何してるのって言われたら、難しくて、すごい文化的ですよね。ああ<ー>。文化的な活動をしてるとか、<ー>そういうところに関わるっていうか、なんか。何が正しいから、これをするとかじゃ、全然ないじゃないですか、ね。あ<ー>うん。なんか、むっちゃぶん、文化活動。 多いなぁと思って。あ、初期はね、うん、よく、うん、あの芝居やったりとか。やってましたね。あとまあペペなんかずっと、うん、あのバンドね、うん、やってたりとか。あとま。 違うけど沈没家族っていうみんなで子育てするっていうあるシングルマザーの人の子をまをその人が今大きくなって沈没家族って自分が全く知らない大人たちに育てられてっていうことを映画にしてすごいそれむっちゃ面白いんですけど本も出してね知らない大人たちに育てられて僕はすくすく育ったっていうそんなようなキャッチコピーだったんだけどその記録とかもめちゃくちゃ面白いですよ。 みたいな当時の二十代の若者が、子育てなんかしたことないのに。みんなで知った代わり番号でやるわけですよそうですね。ええ、子守はね、森とかペペとか友達が。お母さんがね、あの学校行ったりとか外出するときに、代わりにこう。子守に入ってっていうね、やってたんですよね。えなん、なんでそれやろうと思ったんですか。普通、経験ないから怖いじゃないですか。か、その加納さんという方も。 本当に困ってるから、とにかくチラシを配ったんですよね。そう、私と一緒のことでしませんか。そう、そう、そう、そう。だから、それもすごい、今だったら、なんか犯罪とか怖いみたいになりそうだけど。ああ。ぎりぎり、九十年代後半の東中野だから、成立したみたいな。まあ、ね、友達の友達だったんですかね。ええ、でも、その時、初めて知り合ったんですけどね。ええ。まあ、でも、面白そうだなと思って。ペペは、その、加納さんを紹介してくれた友達に、あの。 この機会逃したら一生子育てなんて子育てとかできないかもしれませんよって言われてそれでやったっつってね言ってましたけどね。ねえ全く人生を歩まない可能性が高いから子供はちょっと難しいだろうっつってね。まあ確かにみんなそこでね子育てのその後に子供できてあれがすばらしい子育ての練習になってたっていう人もいましたよ映画の中で。でも結構 あれが世界でとか自分の人生で唯一の子育て経験だったって振り返ってる人もね多いからだから俺もその経験があったから今学童保育でね。っか子ど供面白いなと思ってそれでまあ俺も自分の子供いないわけだけどでもまあんか別に自分の子供じゃなくてもねの他の人の子供でもね 一緒にちょっと子育て参加したりとかね、遊んだりとかね、できたらいいなっていうかね。あ、だからなんか村村ですよね。みんなで助けを村っていうイメージ。ダメレンとかそのボラ系の運動なんかはね、あ、そうですよね。コミュニティ。緩い感じですけどね。そうですね。でも同じみんなが同じ方向性。なんなんか今の資本主義は嫌だなと思ってるっていうのは共通して、まあそこでなん何とか助け合って。 生きてていいくっうのはそんな場所があればこんなに自殺する人多くないぐらいな会社でいかにダメと言われようといかに人間関係周りから否定されようともそこに行ったら同じような価値観の人で全然競わずにででもいいいいいっっててうの素晴らしじゃなすかそういう場所っていうかオルタナティブな感じの場所っていうかスペースが本が出て。 結構このあのいろんな地方行ってでいろんなところにそういうオルタナティブスペースとかちょっとオルタナティブな本屋さんとかあるんですよ。全国できてるもんね。ちっちゃい本屋さんとかね最近。でそういうところ行っていろいろイベントねしたりして交流して。だからそういうところがいっぱい少しずつだけどいっぱいいろんな地方にできてるからそういうところが増えていけば本当ちょっとあのそういうこうなんかねプレッシャーとか辛くて。 厳しくなっている資本主義のの競争社会の中でね、うん、辛くなってる人もそういうとこ行ったら、うんうん、あ全然違う感じでやっていってもいいんだなってね <laughs>、うん、あの楽になったりとかこうなんかちょっと希望をね, <laughs>、うん、ね希望を見いだせたりとか、あのー、すると思うんで、うん、だからいろいろそういうスペースとかね、うん あとイベントですよね俺もだからイベントを楽しみに生きてきたっていうか結構週末毎週末毎週末デモだとかねいろんなトークイベントとかねいろいろあるじゃないですかああいうの楽しみでああいうやっぱイベントがあるといいからまあ自分らで数人で23人で集まってホームパーティーとか鍋会とかでもいいんですけどそういうのをいろんな。 ちょっとこう資本主義的なね、のりじゃないような、あのイベントとかはね、あのスペースとか。そういうのが増えていけば、あのみんな楽になるし、あの。ちょっと希望が見えてくるんじゃないかなってね。家でディナーショーとかもやってましたよね。なんか観客三人ぐらいで、延々と神永さんの歌を聞かされる。で、なんかディナーがペヤングなんですよ。あ、そうなんですよは当時四畳半に住んでてね。 45人ぐらい来てたからそれで俺の歌でただアカェラで永遠に歌うわけでしょそうですねただの迷惑行為じゃないですかいやいやいやもうだから今日は本当にありがとうございますなんつってね来てくれてなんつってね言ってやっててみんな帰りにくいっていうかねディナーとかなんてねやってましたねまあ何でもねそうやってねいろいろ遊びをね発明してねそれでみるんですよ楽しければほ本当遊びをお金使って遊ぶことしか 知らないからとかそっちに慣れてるからなんだその手があったかっていうむちゃくちゃお金なくても楽しめるいやお金ない方が楽しいんですよ。だめなんですよお金とかいやこの間も学童でね子供たちと遊んでもう「神遊ぼう」とか言われて「神って俺りゃいいの?」ニックネームで呼ばれるから。 でもうそう言われるだけでも嬉しいんですけどねそれんかまあ何遊んだか忘れちゃったんだけどそれなんかやるのにくじ引きしようとかなんかじゃんけんしようとかつってでいろいろやってもう俺が「じゃあダムしようか」とか言ったら盛り上がっちゃってもうそれだけで。でなんかいろいろやったったら俺が一人負けしたらもう二人とも大喜びしちゃってもうそれだけですごい楽しいっていうかなんか。 そういうのがね、いいんですよ。だからそういうところにお金とか箔付けとか入っちゃうとつまなくなっちゃうんですよ。さてその子たちだって数年したら金持ちにならなきゃとか、投資をしなくちゃ大人になったら投資しなきゃとか、いや子供のうちから投資した方がいいぐらいになるわけでしょ。ああね、まああのそういうふうにね、なっちゃう人もいるかもしれないですけど、まあならない子もね、いると思いますからね。あとこれからはその資本主義で勝てる人なんかどんどん少数になっていくだろうから。 やっぱ日本はどんどん貧しくなって、うん、今,今でさえまともな賃金もらってない人が、まあ、4割近くいるわけじゃないですか<ー>そんな中でね、うん、こう勝ち抜こうとしたって一生勝ち抜かなくちゃいけないゲームで相当きついですよねすよすすだから本当にそこから降りて、うん、降りるっていうことがいかに楽か。うんうん、降りて、うん、降りちゃって別のねもう,もうなんかもうその。うん 土台かか、らっていうなるべく根底的な別の資本主義的じゃないようなここ数百年のそういうあれじゃんね資本主義的なじゃないような新しい古くて新しいからんか昔の暮らしとか参考にしてね。ですとかね資料採集とかね何でもいいですけどねまあそういう方が生きてて面白いしね。 やめですよ、こんな資本主義の社会なんて。ね本当、だから、すごい。来年、私二十五周年なんですよ、デビューして。あ、そう。そう、そう、そう。だけど、どう、なんでやまずに続けてられるんですかって、結構聞かれるんだけど。やっぱり競争の社会だし。うだろうな。まあ、大変じゃないですか。で、自分の周りでも。本当に心を病んで。 っていうような書き手はいっぱい見てきたし私の師匠の三沢知蓮なんかはもうそれでもうね富を言って信じてしまったし<ー>でも何でやまないで続けてるのかなと思ってやっぱダメレンとかが近くに来てん, <laughs> なんか本当に常になんか楽しそうにしてるからんなんだろう 大きいですよ全然その競争とかに何の価値もないっていうのがあるからね、うんうん、競争してる場合じゃなくてもう金なくても金な,な,ないからこそねまあ楽しく遊ぶったりね楽しむっていうことはすごい重要でうつになっちゃうとねこう悪循環になってるからうって楽しみながらね、うん あの資本主義よりまさに楽しく生きるまさに大量のね金使わなくても使わないからこそとかねもっと楽しい生き方とかね遊びとか運動とかやっぱ運動も重要ですよやっぱり運動っていうのはね、選択肢ないから みんなきつくなっちゃうっていうか、まあ、変えられるなんて思ってないから。そうそう、でも変えられるって言って、それはこうなんかね、自分がこう。なんかこう、それで表現したり、なんかできるってところはやっぱ希望なんですよね。ええ、だから運動も重要です。ね運動がすごく重要、みんな運動したらいいと思いますね。ね、遊ぶ、遊ぶのも重要。運動も重要。うん、それは希望です、やっぱりね。まあ、普通に働いてたらね、仕事以外できないっていう地獄があるからね。まあ、私は、ずっとね、非正規とか格差の問題で。うん。 いいろろ取材とかして18年間やってんですけどやっぱりなんだろうなもう選択肢が貧乏に苦しむか貧乏を楽しむかしかないぐらいなとこじゃないですか今って。でそれが嫌だからなんとか安定した暮らしとかをさせろっていう運動をある意味ずっとしてきたんだけど18年やっても変わらないってことはもう貧乏を楽しむしかないフェーズに入りつつあるというかなかなかもう変わんないじゃないですか。その間にみんんんなどんど年んばっっっかり取っちゃって でもそこも変えることをやりつつ、うん、ただこういうね髪長さん的な生き方もあるから楽しむこともできるってそうん。あとまあねそう,う,んそう,うんまあ金持ちにはならなくていいっていうね金持ちが夢みたいな人ってね結構いっぱいいると思うんだけど、うんうん、それもやっぱ洗脳っていうかね。うんね あんまそんなことやってたらね本当環境破壊っていうかねやっぱりいろんな悪いことも金儲けに伴っちゃうからゃ搾取したりねね人いろんな矛盾があるからやっぱりんかそれだとやっぱりどっかで鬱になっちゃうっていうかんかどっかでこうだからまあそんなに金ね使ったり生産したり消費したりしなくてほうが楽しく生きれるっていうね生き方を やっていくっていうのはね、うん、ね重要だと思いますよ。いや、あの、うん、上長さんの話をあのまず第一回,回ゲストに上永さんをぜひ呼びたかったので、あ,あ,あのなんか今後の予定とか今後のこうしたいとかなんか展望とかあります？最後にこれ言っておきたいとか。いやでもまあ言った言ったようにその、うん、本当に。 あの資本主義社会がもうどん詰まりなんでそれとは違ったね生き方を始めてる人は本当に今いろいろ交流してるどんどん増えてきてるんでアジアにも増えてるうん世界中にいると思いますよ多分ほら反グローバリゼーション運動とかねあったじゃないですかあれはてたじゃんだからもうそれみんなそうだもんね多分あ人たちって まあ昔はあの時はほらこうって抗議っていうかね街頭に出て抗議したけど多分みんなあのアナキストの人たちとか結構生活を大切にしてるから生活の現場だから自分の生活の現場でそういう資本主義的じゃないような生き方を地道にねこう DIY 的に模索してると思うんですよね。でそういう人はすごく実は世界中で増えてると思うんでやっぱそういうところにね希望があると思うしえあの喜びっていうかそういう。 一見資本主義のお金払ってって便利なんだけど、うん、でもそうじゃないやり方って DIY ってまあ面倒くさくて俺もできないことも多いんだけど、うん、でもなんかそういうことをやっていくところに実はなんかこう今まで気づかなかったような、うん、あ,のあの喜びとかね、うん、楽しみが、うん、面白さがね、うん、あると思うんで、うんうん、まあだから。 そうやって発見して楽しみながらねもう世界中でそういう動きはね実はすごい起こってると思いますよそれマスメディアあんま出さないけどまあ俺は交流してていろいろ聞くからそうですよねだからまあそういう波の中にねあの入って一緒に戦って楽しんでいきましょうってことで やっぱ交流することがね地道な交流の中で友達と交流する中でいろいろ教わることとか楽しくなることとか、うん、希望がこう出てくることとかあるんで、うんまあ、交流がね重要ってことで、まあ、交流してくださいってことで <laughs> よろしくお願いしますってことで。ね ぜひ今日の話で興味持った人は「駄レンの「本主義で楽しくいけるも、うん、本当に名著を本当にこれを読んだら本当、うん、真面目に働こうとか投資しようとかそんなことがばからしくなって、うん、今すぐなんかね山とか川とかね遊びに行ってよしたくなるので是非長期を取り戻すために読んでほしいです。うんうんね 月とかね、はい、鳥の鳴き声とか月を見たり鳥の鳴き声とか聞いてる方がいいですから,、ね、からなんか風流で貴族っぽいんだよな,、うん、なんか, <laughs> だからよっぽどね素晴らしい素晴らしいですよ<ー>やっぱ最低限しか働かないとね<ー>風流なことが言えるということで第1回はこの辺で。

thank you